少し休んだせいで学校に行くのが億劫すぎる。そもそも休んでいることにクラスの人たちは気づいているのだろうか。ここの席って誰かいたっけってなって片付けられたら、ただでさえ空気の私が空気椅子で小鹿のようにプルプルして授業を受けることになってしまう。わあ、こんな時はギターヒーローの動画で褒めてくれているコメントを見返そう。人の居場所はいくつあってもいいんだ。ありがとう、ネットの世界。次回ボッチザロック第3話、ハセサンズ。はあ、満たされる。もっと褒められたい。